はい、どうも、僕監督です。今日もウィニングイレブン2016マイクラブやっていきたいと思います。ですね。そうですね。今回も、スペシャルエージェント、ベストオブディセンバー、これ回していきたいと思います。1万 GP 使いますね。それでは行きましょう。さあ、根拠もないですけど、そろそろ黒が来る気がする。こんわい。こんわ、こんわ。ダメダメ。ダメ。今日も。パウロンです。パウロン。インテルナショナルですね。ブラジルのチームですよ。ブラジルの選手で、ブラジルのチーム。インテルナショナル。プレースタイル、オーバーラップってすごいですね。なんか、初めてじゃないかな、こんな。スピードがあるね。まあ、ヌンクの例もあるし、これは意外に使えるかもしれないし、使えないかもしれない、わからないな。一応置いときましょうか。ね。マイクラブメンバーに追加ということでね。はい。ということでね、今回のガチャ行いました。それでは試合の方に行きたいと思います。はい。対戦相手が決まりました。クラブルーレットということで、ね、やばいっすよ、これ。EETAAS。なんとね、対戦相手のディビジョンは1。そしてレーティング1081ということで、試合数も2024。ごっついっすよ、これ。負けが198回しかない。さらにアウェー。不利なこと尽くし。チームはもうすげえな、これ。いや、でも、そんなすごくはないか。およよよよよよよ。強いな、相手これ。ネイマールからいきますか。いやー、強いで、相手これ。大きい人おってもしゃあないな。ちっちゃいやつに相手やからな。ヌンク行こうか。ヌンクさん。いけますよね。いやー。怖えわ。いやー。怖えわ、これ。ベイルとクリロナとウィリアン。不調なんておれへんよな、この中に。恐ろしか。1081、これ、当たるレートで初めてです。初めてじゃない。一番強い。一番強い。最強。やばい。ボッコボコにされそうです。でも、まあ、勉強という意味でもね、勉強させてもらうという意味でも、頑張ってやりたいと思います。何か、ね、掴めたらいいかなと思いますけれども。本日はギャンガン対パリ・サンジェルマン、オールド・トラフォードよりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラ、ああ、おやば届けいしてな。まいります。北澤さん、今ベ日はルよトろにしく宿お願したいいらたね、しまます。ずよろしくいお願かいんしよ。ます。よし。前半ゲームはスタートしていなんまです。アザール来んの？ここギやャンな。ガン対パリ・サン合っジェてルまマン、すよ。両チームともパワーとテクニック、いわゆるゴーと銃を支援によって使い分けることができる、層が厚いチームですからね。やばい。強豪だからこそできる多彩なプレーに今日は注目したいところでしょうね。怖えな。イニエスタ、ウィリアン、ネイマール、ウィリアン、リヒトシュタイナー、とりあえずここに当てて、ネイマール。まだいますよ。おお、さあ前線へ、まずいっす。ドンフィードで狙う。このボールはカットです。チャンスだ。リヒトシュタイナー、ウィリアム、ジルー、何これ。ベンゼマ、足に合っちゃった。裏にや味め方をて。走らせる。オッケー。味あっ方をという走間らせだ、ることいれ。うことがいいまはずずいですぞ。ね。チャンス来た。ドルーズボール、ウィリアあ、待って。ちょっと待ってよ。うわ、曲がる。危なすぎるだろう。よしよし、ナイスキーパー、ハンダノビッチ。ゴールデンがこの試合初めてのシュートを放ちました。今日の
ゲーム、両チームまずこの立ち上がりは北澤さんどうご覧になりますか。まだ点も動いてないですからね。まずは主導権を握る上でどうするのか見極めることが大事になってますよね。スタミナがありますからね。まず出てくれなあかんよな。バカ好きにならなかたれへんで、こんなっと OK。 おう、セルヒオ・ブスケツ、パリ・サンジェルマン、前半未だシュートがありません。スルーパスを出すセルヒオ・ラモス、アグエロへ。ああ、これはここはすごいですね。ネイマール縦にボールをつないでいきます。ロッベ、まずいわ、やったわ、やった思てん、これなあ。裏ケアできてなかったもんな。あ、しっかり守備しますね。今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。これは気持ちのいい一発が決まりましたね、はい、ものすごいボールスピードでしたからね。そうですね、当たっていてもなかなか止められないですよね、うん、今のは。先制ゴールを決めました。やった、ラッキー、決めた、パリ・サンジェルマン。またすぐ追いつきましたね。今日は動きのある展開になってますよね。やばい、アザール、今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。とにかく振り抜いた展開か、お前は。もちろんコースは狙ってやめてくれ。それよりもまずは気持ちで打ち込んでいったシュートでしたよね。はい、これで今日のゲーム面白くなってきました。した後って一番こう注意力落ちる時なんですけどね、うん、ついてよく決めましたね。そうですね、イニエスタ、ウィリアム、リヒトシュタイナー、ボールのこのパスと呼んでいた、惜しいな、あっと危ない、丁寧に足元を使うイニエスタ、惜しい。パリ・サンジェルマン、先ほども同じようなシーンがありましたが、なんか分からんけど、なんところ ね、 いいですよね、いい感じで戦ってますよね。おかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。実際はそんなに強くないということもあるんですよね。ないか、これちょっとだってちょっと強いような気するもんな。リヒトシュタイナ、イニエスタへ、分かれへん、あ、ここで丁寧にボールを扱うパリ・サンジェルマン、中合わせてくるでしょうか。ボールはネイマールへ、前線へ出す、イニエスタ、リヒトシュタイナー、やばいな、やばいぞ、前線へのボール、ロッベ、スルーパス越えた、カットです。待って、それはやめて、かわす、ロッベ、あかん、いやー、勝ち越し、ヤンガン、あー、ヤンガン、この得点で一歩リードです。北澤さん、これ直接、まあ、多分ね、ベストメンバーじゃないんだろうな、これでも。そうですね、しっかりゴール前に持ち込んでからのシュート、不調の選手がね、多いから相手もちょっと非常に有効な攻撃だったんじゃないですかね。ベストメンバーじゃないような気がしますね。今日2点目のゴールです。あかん、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。やべえぞ、アーチのようなパス、さあ、あかんか、取れまへんか、撫でるようなボールタッチ、アザール、あー、ここでレフリー、クラブルーレット強い、熱い前半が終了します。わからんな、でもやっぱり。さあ、ご飯行きましょう。それでは続けて試合を楽しみください。早々とこの後半始まっています。この後半の入り方というのは非常に重要であって、守備的に行ってしまえば点を取れない、今日点を取れない、その辺の、ね、バランスをどういうふうに作っていくかが一番マネジメント能力、この辺が重要になってきますよね。なるほど、裏に味方を走らせる、エブラ、イニエスタ、やばいぞ、ブスケツ、ベンゼマ、
田を走らせる。よし、取れんな。出せる味方がいませんでしたからね。やむを得なかったんでしょう。速いパス回し、スルーパスを出す。うわ、決まった。追加点ガンガン、これで差は2ゴールになりました。流れるパスワークからゴールが生まれました。いや、つなぎながら見事に相手を崩しましたよね。技術的なところもそうですけども、選手同士の連動が見事でしたよね。うお、アグロ打ってきた。メッシ5がここらでな。ギャンガンとしてはまあプラン通りといったところでしょうかね。今日はうまくいってるんじゃないでしょうかね。行きましょう。なかなかね、越えさせてくれません。やばいよこれ。ロングフィード、チャンス来た。ベンゼマ、ベンゼマに渡るフリーだ。待て、道ができましたよ。ああ、やられたか。おっしゃー、ハンダのナイス。ギャンガンとしては高さありますからね、狙ってくるでしょうね。シュート、うおお、なんかもう子供みたいにやられてますよ。子供みたいです。こうやってね、後でも見返せますからね、この動画。3点リード。おお、待ってよ。またさらに追加点。1回目では狙いとしては最高ですよね。おお。ロンバーグ、ハンダのミッチ。と、これは繋がりません。Eサイド上がっていく。うん、今のね。ベンゼマ。テクニックを披露します。ウィリアム、アグエロ、ここは自分で仕掛けます。味方の選手はまだ上がってきていません。なるほどな。抜きにかかるか、シュートしのぐ。なるほどな、あえてドリブルするよな。ロフカルトは嫌やな。キーパー、よし、まだありますね、チャンス。マティッチ、うまく詰められましたからね。お、レブラにボールが渡り、レブラか。え、何がすごいで、俺も変える。ギャンガン、今日は止まりません。っていうかさ、ファーストタッチ絶妙でしたよね。ここ守備的な並べた方が良かったんですかね。シュートまでの動きがすごく遅いですよね。はい、ボールを受ける前からゴールまでしっかりイメージができていた、見事なシュートでしたね。今日2点目です。 5-1 やで、なんか 5-1 のような気もしないですよね。さあ前線へ、裏へのスルーパス、うん、エブラ、前線へのボール、ああ裏抜けた。さあ勝負です。6-1や、これでチャンス来た。ドアクに当たる。ほんまは6-1や。やや強引な感じにも見えますね。なあ、ああいった攻めでも有効だと思いますね。うん、イニエスタ、ヤンガ、素早いパスで攻め上がっていきます。サイドを使う。すでに1対1でね、取れませんからね、なんか。お、ウィリアム、このスルーパスは通りません。やや空でからウィリアム。よし。メッシ。イニエスタ。このマッチアップどうなる？ベストエジルからイニエスタ。中央上がっていきます。お、ダメか。このボールをカットします。ジルからメストエジル、ボール入りましたよ。あ、1点取るからね、すごい奇跡的な感じになってきたけど、それでもないか。少し出ましたね。
本人、誰か行ってくれ、誰か行ってくれ、自動的に誰か行って、これ上手やな。まあ後でちょっと見返そう。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。何もさやな、こいつ。圧倒的な強さを見せています。なあ、もさやな、これ。ここ抜けるか、抜けてくる、もさやで、やめろ。ベストエイジ、イニエスタ、やばい。ベルクからクリスティアーノ・ロナウド、イニエスタへ、完全に遊ばれてますやん、私。ウリアンからイニエスタ、来たぞ。さあ前線へ、このボールに触ります。このボールをカットします。もっと戦っていたい。前線です。ここで受ける、終了は早いよ、待ってよ。かわした、ここは間合いを取る。ふむふむふむ、やばいぞ。ウィリアム、なぜスタミナがないのし関係ないけどね。上を口に加えて、へぇ、試合終了です。1対6、6対1、きつい。パリサンジェルマン敗れました。いやー、むっちゃ負けましたね。敗北です。さあ北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。パリサンジェルマンとしては試合を通して攻めるのか守るのか、はい、そのあたりがはっきりしてなかったでしょうね。やはり組織がしっかりまとまっていないと個人個人の力も活かせませんから、なんだろう、複雑な気持ちですね。ちょっと残念ですね。そうですね、ありがとうございます。これ先制の場面ですね、相手の。なんかちょっと前半まではなんかちょっと時間に戦ってたなみたいな感じだったんですけどね。北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、いろいろ論点の読みって独特ですね。パリサンジェルマンがまさかの惨敗で敗者となっています。まさかの敗戦、いや結構順当なんですけどね。おー、なんか意外にベンゼマも早いよな。全然僕のゴール映してもらえてませんよ。あのクロスってどうやるんだろう。まあとりあえずね、このこのね、動画をね、後で見返してね、ちょっと上達できればなと思います。もちろん相手の人のね、プレイを見てね。だから、出会えたことはね、まあ、戦えたことは非常にラッキーだったと思います。はい。はい。ということでね、非常に悔しい大敗を喫してしまいましたがね、1対6と大敗を喫してしまいましたがね、今後につながるようにね、これをこの負けを糧に頑張っていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。僕監督でした。お気に入り。